こんにちは。アムステルダムに住んでいる滝田理沙です。今日は完全オンライン化プログラムスタート時点で私が学んだこと3つ皆さんにお伝えします。1つ目、チャレンジ。2つ目、コミットメント。3つ目、感謝です。1つ目のチャレンジについてです。私はアムステルダムの5スターホテルスパでビューティシャン、セラピストとして働いています。私のお客様はほとんどがアメリカ、ドバイ、サウジアラビア、イスラエル、フランス、ドイツ、オランダ以外の国のお客様なので、パンデミックが起こってボーダーが閉められて、飛行機が止まってホテルが閉められて、お客さんゼロ、仕事ゼロ。でも、うすうす前々から感じていました。自分が変化しなきゃいけない、変えなきゃいけない、何か変えなきゃいけない、このまんまじゃいけないって。そしてこのパンデミックが来ました。私はこれを自分を変えるチャンス、チャレンジと受け取りました。チャレンジのメッセージだと受け取りました。そしてこのオンライン化プログラムに出会いました。社会が変わってて、世界が変わってて、システムが変わって、自分も変わんなきゃいけない。大きなチャレンジに自分は今向かってると思います。そして2つ目、コミットメント。これお金の話です。今自分が払える金額この辺だとしたら、オンライン完全化プログラムはここの位置。ちっちゃなささやきがたくさん聞こえてきました。大丈夫なの？マジ？払えるの？本当にできるの？そんなこと。怖い、心配。たくさんのちっちゃい声がブワーッ。でも全否定。なぜかというと、自分が今ここにいて、オンライン化ビジネス、オンライン化プログラムはここ。自分が成長するためにはここをタップして越えなきゃいけない。自分が次のレベルに上がるにはこれを越えなきゃいけない。自分に対してコミットメントを持ちました。どうなるか分かりません。これから先、始めたばっかりだから。でもスタート時点でこのコミットメントを持つこと、自分にとってはすごく大切なことです。自分が変わりたい、それに対するコミットメント。そして3つ目、感謝。このオンライン完全化プログラムは、大谷さんと中里さんは、英語で言うと Tap on my shoulder、 私の背中を叩いてくれた。前に行け行けって叩いてくれた。すべて私自身、私が責任持ってやっていかなきゃいけないけど、初めてのきっかけは押してくれた。だからすごく感謝してます。そして140名の今のこのプログラムを受けている人々、私は個人的に自分の仲間が140名増えたと思ってます。感謝してます。みんなで成長していきましょう。今日は完全オンライン化プログラムスタート時点で私が学んだ3つのことをお伝えしました。1つ目チャレンジ、2つ目コミットメント、3つ目感謝。今日はどうもありがとうございました。また次回お会いしましょう。